球場に来ていただいたそのチャンネルさん、どうもありがとうございます。皆さんこんばんは。このスタジアム DJ パトリックです。さあ今回週ですね、1対0、スワローズ1点リードとなっています。それでは前半のスワローズのハイライトをスーパーカラービジョンでご覧ください。先発は神宮三佐の小川投手です。毎回ランナーを許すも三振やダブルプレーでピンチを切り抜けます。許したヒットは4本、奪った三振は5つ。5回65球ナイス無失点ピッチング。オーライトライト小川。さあ打つ方では初回先頭塩見がヒット、その後ツーアウト三塁の場面で村上先制となるレフト前ヒット、ナイスプレー村上。村上選手は本当に9月に入ってね、初回にタイムリー、打点を4